ピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アトロールトゥービーホールド、この意味はね、この騙しコースを見よっていう感じだと思うんですよね。数々のトロールをしてきた僕をそんなに騙すことができるのか、どうなんだ制作者。はだー、最初すぐ右に逃げれっていう感じだったね。これでいいんじゃないのかな。あ、これでいいっぽいね。あ、待って、鉄球が来る。いや、助けてじゃあ最初に四角の枠があったじゃん、ここに逃げておけば大丈夫なんじゃないの。ほらこれで絶対大丈夫でしょ。オッケーじゃあすぐ左にドアがあったんだよね、このドアに入っていくんじゃないのかな。多分それで合ってるでしょ。さあ来い。じゃあ残るは一つだね、この青い土管に入っていくしかないと思うんだよね。そういうことでこの金魚を倒して土管に入っていきたいと思います。これが正解でしょきっと。そしてデカキノコを取る感じか。マリオルンバの完成だね。じゃあここら辺でキノコが出たよね、ここで待っておきます。ここでキノコが取れる感じでしょう。そしてこのまますぐ上に行こうか。パウブロックを叩いた瞬間すぐ右、それで合ってる。オッケー。いやここはどうすればいいんだろう。あれ次に進めないよね。ジャンプしたらいける。いやそんなわけないか。次の進み方なんだろう。パウを叩くところまでは合ってると思うんだよな。パウ叩くでしょ。あれキノコが出てきてるね下に。多分あのガリガリの裏音符かなんか隠されてるんだよきっと。なんで一旦ここでキノコを取って下から叩く、そういう感じでしょ。来ました。この状態でさっきのガリガリが抜けれるっていう感じだろうね。さあ行きましょう。どっか入っちゃったけど、何このケロッピーが怒り狂ったみたいな今の顔。ちょ、生き延びるよ。無理。それじゃあこのガリガリはねジャンプして多分抜ける、そういう感じだね。さあバブルよ溶かしてくれ。あれこのバブル落ちてこないの、上に行く感じかな。こっちが正解もしかして。でそのまま左に行ったらなんか変わる。ブブルじゃねえんだって。バブルを早く出しておかなきゃいけないと思うんだよね。なんでここでバブルを出す、これで上にバブルが行ったでしょ。この状態だったら氷が溶けてる。よっしゃ来た、これで次に進めるね。なかなか最低じゃないんですかね今日。ここはどうすればいいの。ここ下から行くよ。もうここしかないもんね。頼む。うわ入れ。それじゃあここはもうすぐ上に行こうか。ここで合ってる、そういう感じでしょ。よしで右上のこのハテナ待ってリンク取る、ナイス反射神経。そしてここは土管があるね下。よっしゃオッケー。上のちょっと気になるんですけどね。さあ中間ポイントに開けましょう。ナイス取れた。でこのまま上、よしこっちで合ってんのかな。多分一回やられて右の土管に入っていくみたいな感じじゃないの。ほらやっぱり死に耐久っぽいなここ。あでも死に耐久でもないね、下に落ちてやられるねここ。下に行けねえ、わかんねえ。ここ走る、あ爆弾で飛ばせた。ここで爆弾でどんどんオフを変えていけっていう感じか。これ適当にやってたらさ結構もう簡単にやれるよね。ほらあと1回でしょ、あと1回でも正解でしょ。来ました、てれれれれれれれ。やっほー、やっぱここ一回やられないけんかったみたいだね。そしてこの右の土管に入っていく感じっぽいで、なんかちょっとさっきと違うくらいですか。ここさっきと違うパターンあるんじゃないの。これは右と左、ここはもたもたしてたらダメだね。右行ってみよっか、こっちに行ってみます。そしたらどうなる。あの鉄球落ちてくると思いましたけど大丈夫だったね。このまま上に上がっていこうか。そしてアームに捕まって土管に入っていく感じだね。左は何なんだろう、どっちでもいいっていう感じだね。それじゃあここは、うわ出たよ違うパイプ系。ここは何があるんだろう、戻らせてくれんのかなここ。あなー、じゃあ違うパイプっていうことで、この土管をもう一回戻れば右のブロックが壊れて次に進めるっていう感じじゃないから。あれ壊れないで、ボキャーン。それじゃあここはボム兵が来るのをおとなしく待っておきましょう。さあ来ました、圧勢の扉が光り輝いていますね。光る汗だね。なんで違うのよここは。さあなんて書いてる、オーダーとは他のドアに入れっていうことかな。やり直し聞く。
レミーか。それじゃあこの土管出るじゃん。そしたら左にね、砲台がいなくなってるんだよね。きっとこっちが正解だね。さあ進んでいきましょう。このドアかな。うわ、入れねえ。エンジェルフェイス。じゃあここエンジェルフェイスが落ちてくるんで、左にこのまんま逃げておこう。こっちが正解だね。こっちもなんかあるじゃないの。うわ、どっち行く。怪しい。いや、ここも下入れなくなった。こっちが正解っぽいよね。どっちだろう。上に行きます。なんで入れねえんだよ。だから入れないとか多いで今回。エンジェルフェイス、エンジェルフェイス、エンジェルフェイス、エンジェルフェイス。じゃあここの土管にさっさ入っておけばよかったんだね。あ、中間ポイントに取るよ。ほっ。うわ、取らしてくんねえか。じゃあここはもうハテナ叩いてみるね。ざまねえな。こっち来いよ。クリボ来れないでしょ。じゃあ土管に入るしかないんで、こっちに行ってきます。走っていくよ。すぐ走っていく。大丈夫、こっちで大丈夫。砲台はきっと罠だよ。ほら来ました。でもう一回戻る感じか。そしたら砲台の下に落ちていくっていう感じだろうね。なにこれ、ファンタイム。うわ、死に耐久来そうじゃない。ファンタイムだよ。だってうわ、この音楽は絶対そうじゃねえか。っていうかさっきの反対バージョンやんか、これ。全然ファンタイムじゃないやんか。こんなのリスナーさん求めてないよ。僕のこういう苦しみ方求めてないよね。みんなテクニックを要する感じの苦しみ方がいいよね。そんなんいいから早く応募しろ。あの死に耐久はもう必要なんだろうね。一旦やられてルートが変わるっていう感じなんだよね。これ狭くね。地味にあの連打きついんだけど。さあ次は USA キノコを取る、そういう感じでしょ。頼む、もっとなんかすげえの台本から出してくれよ。あざーとか骨とか叫びやすいのくれよ。なんだこいって。それじゃあここは右で走っていきます。それでいいんでしょ。そしてキノコがさっき出てきたよね。そのキノコを取ってこのガリガリを抜けると、このまま右で走っていくね。こういう感じ。さあ USA キノコもそこで取るのか。それじゃあここはキノコを取って USA が出るまで待っておけばいい、そういう感じだね。そんでこのトゥルルトゥルトゥルで雲を抜いていきます。さあここは早く行けっていう感じかな。いや一旦キノコ状態だからね、このまま左っていい感じでしょ。これが本当の地獄風呂だね。じゃあここで何もしないでよかったのかな。そしてこのキノコのまんま行くのかな。チビになる。いや、そういうわけじゃないか。一旦この針に当たらなくちゃいけないからね。さあ行きましょう。ここは、あー、それじゃあこのブランコはすぐジャンプして回避するね。でこのメットは踏んでいかない。いや、でも音符ブロック踏んでしまうよね。あ、ここに足場があるんだ。じゃあこのままもう行くよ。でこのドアに入ればいい、そういう感じでしょ。ベッドかどうかなる。頼む。そう、ね、ま、わかるかー。じゃあこの土管入った瞬間、左押しっぱ、矢印左って書いてたもんね。これで合ってます。それで先に進んでいけるっていう感じだけど、これは上から行くのか下から行くのか。下から行ってみようか。まるまる跳ねる。ここは絶対下が正解だよ。こっちが正解。さっきこっから行けたもん。なんかさっきと違うやんか。さっきの中間ポイントのとこ進めたやん。これ行けないから、どうにかして行けない。さっきのなんか似たような感じのここ行けるやんか。なんでさっきの行けんのよ。じゃあここは上で合ってたね。上に行きます。なるほど、キノコを取って右に進めっていう感じが。あぶね、キノコ捨てられたと思った。さあ進みましょう。ここはどうしよう、何もしない。ここで待機。ナイス。でこのままゴールできるっていう感じか。ありがとう。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。なんて読むかはわかんないで、ね。あの漢字調べないで読める人いたらすごくない？あの就職の就しか読めないんだけど、その右の新入編だったっけ、新入編だったっけ、ちょっとわかんないんですけど、それに文がついてるじゃん。あれ僕名前つけていいかな。文
乳どう分乳いつもつまらない話を申し訳ありませんっていうことで、このソーイージーというコース全然イージーじゃないね。クリア率が 0.48% しかないもん。ただこのコース詳しく見るを見ても上に何かがあるっていうわけじゃありませんでした。なんで隠しブロックかなんかだと思うんだよね。うわ違うのこのこが来んの。これさ早く行ったらいけんじゃないのかな。スタートした瞬間右に走ってみるね。行けノコノコの方が早いね。じゃあさこのノコノコ踏めるんじゃないのかな。一番下の狙って踏んでみよっか。顔踏んでみよう。ここほらほらほら踏めたでしょ。こっから右に行けばどけゴールできてねえし。もう一回踏んでみていい。踏んで一旦これ右に蹴ってみよっか。ほっうわこれ何回もしろと、このだるま落としを何回もしろと、そういう感じですかね。これめちゃくちゃ難しいよ。たださ最速が1秒で行ってたじゃん。なんでこのノコノコがさ右に行った瞬間にゴールできるんじゃないのかな、タイミングさえ良ければ。なんでこのしゃがみジャンプでゴールちょっと狙っていってみていい。モロ顔じゃねえか。綺麗に間すり抜ければいけそうなんだけどな。これほらほらなんかいけそうじゃないというね、ぬるい考えはやめておいて、ちゃんとゴールバーが手の届くところまでノコノコを倒していきたいと思います。ここでさジャンプするじゃん。ノコノコにね当たらないんだよね。ただ一番下だけは当たるんだよね。一番下だけノコノコさ結構左側まで来てるじゃん。なんでその一番下だけどんどんね倒して狙っていってみます。ちょっと待ってね、これ結構長いかもしんないよしまず1匹目だね。こっから2匹目狙うよ。あまず1匹目倒したんだけど、こっからがねなんか難しいんだよな。2匹目からね結構難易度高くなるんだよね。これしゃがみ必要あるかな。くっそ2匹目がなかなかやった。あと何匹、あと 2,3 匹倒せばもういけるでしょ。頼む。よしこれでもう手届かないから、うわまだだね。次倒したらいけそう。これちゃんと狙っていくよ。ここ、これでいったんじゃないの。ほらいやっほーどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。